続いてはですね、金村さんですね。じゃん。とんでもない美しい美人ですよね。本当に可愛いです。透き通ってる。透き通ってる。綺麗。もうこれは洋館で撮影されているらしくですね。なんかもう美少女感が溢れ出てしまっている。最高です。もう金村さんの普段のそのなんて言うんでしょう、力強いパフォーマンスだったり、そういうとても気さくに話しかけてくださっている時に比べて、このなんて言うんでしょう、ふとした時のハッとした表情感が私たまらなくて、ずっと見ていたくなりますね。最高です。あー、かわいいな、美しい。あー、どうしましょう。皆さん、見つめられちゃいましたよ。見つめられちゃいましたよ。見つめられちゃいました。大事なことなんで3回言いました。見つめられちゃってます。あー、綺麗。皆さんどう思いますか。美しいですよね。美しいですよね。ひゃーってなりますよね。可愛いんですよね。はあ、可愛い。見つめられたらもう時止まっちゃいますよ、こんなの。なんか目もなんかここのうるうるしてらっしゃるんですよ、このちょっとここがすごく、ここも素敵で、なんかミクさんにお会いしたくなってきた。お話ししたくなってきました。これ可愛いです。なんかドレスみたいな感じで可愛いんです。なんかあの公式さんの動画で一回転してらっしゃるのとかも、あのなんかふわってさ、フェアリー妖精って感じがもう私はたまらなくて、すごく素敵でした。これも可愛いですよね。何色なんでしょう。これはグレーっぽい色のドレスが結構似合いだなって思って、素敵でしたね。可愛いです。ふわっとしてらっしゃる、この同じ衣装で、このこちらの写真もとっても素敵なんですね。この肩が華奢で、すごくラインもとっても綺麗で、儚いです。あ、可愛いです。そしてもう私何回今日数えた方が面白いかもしれないです。私が今日何回可愛いって言ったかみたいなの、それぐらいもう可愛くて、あ、可愛いです。はい、可愛いですよね。皆さんどうですか。とろけちゃいます、こんなの見ちゃったら。可愛いです。この私、振り返りの構図っていうんですかね、この振り返った時のお顔がどんな方も実は好きでして、金村さんのこの振り返りが見れて私は幸せです。もう一回同じ表情チャレンジ、ちょっと同じ振り向きでいきますか。じゃあいけますね。ちょっと一回表情よく見させてください。頑張ります。いきます。3、2、1。もうダメだー、どうしましょう。うわー、悲しい。でもしょげない、しょげちおこです。これいい使い方でした。素敵。うん。Ha ha ha ha.